立花さん。そんなところで何を。危ないって。ヤッホーめぐるくん、画期的発見よ。いやね、もしかしたら犯人がここの穴を抜けて密室を出入りしたのかなとか思って。だってほら見て、ネジ回し使ったらこの換気扇簡単に外れたわよ。頼むから気をつけてよ。大丈夫？ほら、早く。はい？だから、ほら、早く。え、だから、何？見てわかんないの？待ってるでしょ。苦しくて仕方ないんだから、さっさと引っ張るの手伝って。立花さん、少し太った。もうちょっとご飯前のポテトチップの量控えた方がいいかもね。痛っ。ごめんね、めぐるくん。君が無理に引っ張るから痛くて暴れちゃったの。ふぅ、ご苦労。一時はどうなることかと思ったわ。あんまり無茶しないでよ。フォローするのいつもこっちなんだからさ。まあまあ、とにかくこれで物質に存在するこの唯一の穴からも絶対に人が出入りできないってことが分かったじゃない。なんて言ったってこの小柄で細身の私さえ抜けられなかったんだから。それじゃあ、ちょっとお仕事っぽいけど、ロッカー行ってみる？ロッカーの裏側に、なんか秘密が隠されているような気がしてならないのよね。ほら、よく言うじゃない。木の葉の中に木の葉を隠すって。
傾けて支えてて。了解。壁とかロッカーの裏とかに何か細工らしきものは。隙間が狭くてよく見えないわ。あの、できれば早くしてほしいんだけど。そうは言っても見えないものは見えないし。でも、なんか何もない感じね。当てが外れたかしら。だけどさ、まだ埃がすごくて部屋にはすぐ戻れないし、ちょっと考える時間に当てない？考える時間？やっぱりさ、目星を全くつけないでローラー作戦で部屋を探しまくるっていうのは効率が悪いと思うんだ。だからその前にもう少しどのあたりを調べればいいのかとか、犯人がどうやって密室トリックを成功させたのかとか、ある程度推理してからもう一度現場検証を行うべきかなって。それもそうね。どの道あの埃もうもうの部屋にすぐ戻る気はしないし。それでどうする？そうだな。まゆみ先生にメール入れてみる？まゆみ先生に？でもどうするの？学校の先生なら物質の作りとかにも詳しいだろうし、もしかしたら設計段階で作られていた僕らの知らない抜け穴の存在とかも知ってるかもしれないじゃない。なるほど。そうね。人知れずバスケ部部室地下に作られていた隠し地下道の存在。はあ、なんてミステリーな響き。なんかさ、こうしてると本格的に操作してるって感じよね。残念。そりゃそうよね。忍者屋敷じゃあるまいし、抜け道や隠し扉なんてそうそうあるわけないか。
ねえめぐるくん、あのボールの中に仕掛けがあったってことはないのかな。中に火薬とかが詰まってて、それが何かのきっかけで大爆発を起こしたとか。つまり時限爆弾みたいな感じってこと？そう、もしそうなら肝心のボールは弾け飛んで塔の昔になくなっちゃってるだろうけど、カゴにならそれらしい跡は残されてると思うのよね。布が焦げているとか、キャスターが熱で歪んじゃってるとか、あるいは同じカゴに入っていたボールが焼けただれてるとか。ボール爆弾ね。ちょっとちょっと、まだカゴの裏とかチェックしてないでしょ。あ、そうか、ごめんごめん、忘れてた。あん、時間がない時に何やってるのよ、まどろこしい。いい？こういうものはね、気合と集中力で。立花さん、うわっ、とりあえず再度撤退よ、めぐるくん。早く外に出ましょう。参ったね。あー、もうなんだかさっきから同じことばっかり繰り返しているような気がするわ。あー、気持ち悪い。